あれ自分は酒飲み行くよりか英語の論文読んでた方が楽しかったなと思ったんです。そう思った瞬間ですね、おかしな人生を送ってきたなと思ったわけですね。私は自分の希望の大学に一生懸命、あまり一生懸命だったかどうかわかりませんが、苦労してっていうかな、いやいやっていうか、大学受験をしまして受かって、そしてその大学に行ったのにですよ、のに。自分が希望して行ったのに、授業が休校になると、休みになると喜んだんですよ。だって勉強するために大学に行ったのに、その勉強の機会が奪われるわけでしょ？先生が来ないわけですから。あの頃も結構休校多かったんですよ、今と違ってね。おかしいわけですよ。だって、講義を受けるために大学に入ってるのに。それから会社でもそういうことがあったわけですね。まあ上司なんかと二人で最初の頃どっかお客さんのとこ行くと。そう、例えば午後の3時頃終わると。で、まあ会社に帰ったら4時45分とか、ギリギリに、定時の5時のギリギリ前に入れれば、会社に帰んなきゃいけないんです、必ずね。だけどまあ上司がね、いやもう今日はいいよ、随分苦労したから、俺は帰るけど、君はもう家に帰っていいよ、なんていうか、入ったんですってね、家に帰って。得した感じがするんですよね。得した感じが。まあ、どれから何からそうだったってことで、その時気がついたんですね。例えば、食事に行く。その頃それはもちろんそれほど金持ちじゃありませんからね。食事屋に行くとサンマが250円だなと。ブリが400円だなと。本当はブリを食べたいんだけど、まあちょっとなーつって味とお金も比較してね。でまあ、サンマにしようか。こういう感じなんですよ、すべてが。それから例えば、タクシーに乗るか電車に乗って、その出張先に行くかとか、それから会社に帰るかっていうのもですね。タクシー代が出ればタクシーに乗る。タクシー代が出ないような様子なら、電車で行くっていうね。そういうように、なんか自分が何をしたいかとか、自分はどっちがいいかとか、自分の人生にとってどうかなんてことも全然考えずに。ただひたすらですね、世の中の得をすることをやってきたんです。それは考えてみますとね、それは私の人生じゃないですよね、当然。当然ないです。そこで、それが、走馬灯のように、本当に走馬灯のようでしたね。走馬灯のように、こう、駆け巡りましたよ。頭を。ああ、自分は、自分の人生は悪しさんじゃなかったんだ。いやー、人間とは恐ろしいもんだな。なぜ私がそう考えたかっていうと、世の中がそう言うからなんですよ。サンマよりかブリは美味しいとかね。それから、電車よりタクシーの方がいいとかね。いや、電車とタクシーと比べると電車の方がいいですよ。気楽だしね。階段を上り下りしますから、その分だけ足も鍛えられるし、タクシーだったらタクシーの運転手に少し気使ったりね、なんかもう1200円になっちゃったけど、1800円じゃまずいなと思ったりね、まあ、いろんなことがあるのに、なんかタクシーに乗るのがいいと言われてるからタクシーに乗る。いや、自分は自分じゃないんだなと。自分っていうのが今まであるように思って、私なんか結構自我が強いっていうかね、主張が強いっていうか、そういうところもあるんで、いや、自分ではね、結構ちゃんとした人間だと思ってたんですけど、自分はですね、周囲のっていうか、社会の、これがいいというのに従ってただけなんですよ。社会が決めたいいということに従ってた。例えばマスコミ、マスメディアで、なんかこういうのがいいとか、ああいうのがいいって言ってるのは、うっかりそれがいいと思っちゃう。自分がいいかどうかは考えてないんですよね。それで、こういう人生がいいって言ったら、そっちの方がいいと思う。こういうものが美味しいって言ったら、そういうものが美味しいって言ってる。その時そういうことは思い出せなかったと思うんですが、例えばね、あの頃お寿司って700円ぐらいだったんですけど、700円のお寿司とね、1500円のお寿司って言うと、もう考えもしないで、1500円の寿司の方が美味しいとこう思ってたんですよ。その後、まあ少しずつこのシリーズでお話しますけど、その後ですね、私は割合と寿司でもね、魚が好きで、イクラとかね、そういうのはあんまり好きじゃないんですよ、ウニとか。ですから今ではお金があっても自分の好きなものを食べます。魚を食べるんですね、僕。特にマグロとかね、マグロもね、トロよりか赤身が好きなんですよね。まあだけど、いろいろね、その後に知識がついてくると、江戸時代はトロはまずくて赤身は美味しいってことになってたらしいんですけどね。だけどもやっとその32歳におけるその安宿での私の、まあ体験ですね。ああ、そうか。飲みに行くのと、英語の論文を一人で読んでんのと、英語の論文を一人で読んだ方が楽しかったなと。俺の人生って一体何だったんだろうか。それにね、気がついたっていうことがね、32歳で私が気がついたってことが、
私の人生でものすごく大きかった。それから私はね、いつも自分に問いかけながら生活をするようになりました。これから自分がしようとすることは自分のしたいことなのか、それともテレビ新聞がそれがいいと言ってるからそうしてるのかというね、ことを考えながら人生を送るようになりました。ものすごく大きな私としては転機でしたね。